はい、どうも皆さん、こんにちは。会長です。今回はですね、5周年ノラシーズンがすぐそこまで迫っているので、ノラロール別強キャラ参戦を紹介しようと思います。でね、まずはじめにね、ランキングや、まあ、ティア表をね、作成すると、まあ、必ずと言ってもいいほどあるのが、俺のランク帯だとこいつは絶対弱えよとか、まあ、まず前提のデキレが高すぎるとか、まあ、様々ね、苦情を見かけますと。でね、それらを払拭するために、まあ、今回は、ノラシーズンで銅アイコンまたは銀アイコンを目指す上で、会長希少種が個人的に味方に来て嬉しい、敵に来るとめんどくさいっていうね、キャラをランキング形式にせずに、ロール別にね、3キャラ紹介します。はい。で、なぜ銅アイコンまたは銀アイコンなのかっていう、まあ、それは、まあ、低いランク帯だと僕が普段戦ってないので、まあ、アドバイスできないからですね。で、なぜ銅アイコンと銀アイコンが一緒にされているのかっていうね、話なんですけど、まあ、ボーダーで言うと、まあ、銀なら S6 の300とか、で、銅アイコンだと S5 の300っていう風に、まあ、レート差がね、まあ、だいたい500ぐらいしか離れてないんで、まあ、余裕でね、マッチングするんですよね。まあ、だから、一緒にしちゃおうと。で、そしてね、ロールによって推奨デキレを変えます。まあ、理由は、まあ、テイストやね、スプタンを使う傾向があるし、まあ、ガンナーはね、ハイステが好むと思ってるからですね。まあ、デキレ160で、まあ、強いガンナー紹介しても何も嬉しくないし、まあ、アイコンを目指すにもね、まあ、かなりきついと思うので、まあ、ある程度目指せるデキレがあるものとして、話していきます。はい。で、次にね、PS はそれなりにあるものとします。まあ、本当は強いんだけど、扱いが難しいから、味方に来てもね、大して活躍してくれないとか、まあ、そういう話をし始めると全然変わってしまうんで、まあ、参考にしてキャラを使う際は、ある程度ね、キャラスペックを引き出せる PS がある上でお願いします。まあ、そこそこ上手いっていうね。じゃないとね、もう全然、もうガンナーとかね、低ステで、だと使えるのルチアーノとか、まあ、そんぐらいしかなくなっちゃうんで、まあ、ある程度ね、普通に戦えるデキレと、普通に戦える PS がある上で、紹介していこうと思います。はい。お待たせしました。会長希少種が選ぶ、ノラ強キャラスプリンター編ということで、スプリンターはデキレ180から200ぐらいあると、まあ、嬉しいですね。まあ、低くても160はないと、活躍するには厳しいかなって。思います。では、一キャラ目。ピエルです。まあ、これはね、外せないね。うん。タンクをね、上回っちゃうレベルで、圧倒的な耐久力。スタンカードを詰めるね、妨害キャラで、カードがない状態でも、ヒールアクションの転がりで戦えちゃうっていうね、かなりの優れものです。まあ、テンプレデッキは、号令エレドイエーガー回復がいいかなって思います。まあ、エレドの枠は周囲カノーネとか毒周囲に変えても、まあ、強いんじゃないかなって思います。で、ここでね、使う際の一言アドバイス。ピエールは、まあ、かなり操作性が悪いんで、本当に動きづらいんですよ。操作性がめっちゃ悪いから、まあ、マップとか盤面よく見て、早めにね、動くことが重要かと思います。本当にね、まあ、気づいたら裏間に合わないとか、そういうこといっぱいあるんで、マジで、早めに動く判断力身につけましょう。はい、お次はボイドール。まあ、地雷キャラ筆頭ってね、割と思われがちなんですけど、役割的には、まあ、スタンを積んだ、妨害キャラなんで、まあ、PL とね、同じなんで、まあ、弱いわけがないんですよね。うん。まあ、弱いわけがないんですけど、なんでですかね。はい。で、ステータス倍率が、防御に若干寄ってて低めなんですけど、まあ、アビリティがね、加速だったり、まあ、そもそもの操作性が良かったりして、うん、耐久しやすい方かなって思います。テンプレデッキは、ワキンヤン号令イエーガー回復ですかね。まあ、回復枠は自分のデキレや PS と相談して、まあ、ガブとかユニドール使い分けるといいと思います。で、使う際の注意点なんですけど、スタンカードがない状態だと試合に直接干渉することができないんで、
裏を釣ったりポータルを触って釣ったり、まあ、カードがない時の動きが本当に重要になってくるので、まあ、そこで差が出ると言っても過言ではないんで、気をつけるといいと思います。はい。でスプリンター最後は当たり。マルコスシーズンは、まあ、上位帯でかなり暴れてました。入ってるカードがわからないこともあって初見殺し性能がね本当に高いです。野良で枯渇しやすい可能でもね詰めるんでめちゃめちゃ重宝されてますね。でまあヒーロースキルのモンスターでスプなのにキル色も兼任できちゃうっていうねめちゃめちゃ何でもできるスプリンターかなって思います。テンプレデッキはフルカのバーゲン前転かな。まあそこら辺が一番個人的に多いかなって思うんで、まあ、プッシュ量がね本当に高いんで浮力でタンクが剥がせちゃうことがポイント高いですね。うん。まあ当たりはね自由度の高さが良さでもあるんで、まあフルカノだけに限らず、まあ自分でねいい感じにデッキ組んでみてもいいかなって思います。まあ、使う際の注意点は、まあ、回復を積まないことがほとんどなんで、まあ、デスするタイミングに注意しましょう。まあ相手がね2人死んでこっち3人残ってるから、まあ、最後の1人に一旦殺してもらって速攻リスタートですぐ復帰するとか、死んじゃダメな場面で体力がミリだと戦いづらいからマジで本当に死ぬタイミングまでね考えないといけない。まあ結構ね大変です。あたり難しいキャラ。お次はタンク編。タンクは180以上は欲しいですね。ぶっちゃけスプよりもデッキレア必要かなって思います。では1キャラ目ライザです。最近紹介したばかりですね。まあ、攻撃カードを複数枚詰めるウェポンの多さと、まあ、スタンからのヒーローアクションのコンボで、味方が近くにいなくても割とバンバンスタン出て、まあ、火力出したりね、毒当てたり活躍できるのが強みですね。スプリンターとかだとスタン当てた後自分で何かできるっていうことがないんで味方が近くにいて初めてスタンを振れるんですよ。ただライザは、まあ、HA でね火力出したり毒出したりいろいろねランダムなんですけどできるんで、まあ、当てれる時に当てちゃえるっていう、まあそういう選択肢があるだけでもう強いんだよね。うん。まあ、あとは、試合後半にスタンからのヒーロースキルで1人格殺して人数有利をね確実に作れるっていうところが野良においてはマジで強いですね。人数有利って本当に重要だからもう絶対毎回ね貯めちゃえば1枚持ってきるっていうのはマジで野良において強いかなって思います。でテンプレデッキはイエガー号令アバカンキテルとかですかね。まあ当たるならエレードとか、まあ、場合によってはシューカノとかもありだと思います。まあ、ダメか1枚でウェポンたくさん積むのがいいかな。まあできるが厳しくてダメか1枚だと HA で回復間に合わないとかそういう場合はダメか2枚イエガーノーガードとかにしたり、まあ、1枚ガブとかアンジュとか回復入れてもいいかなって思います。一言アドバイスはスプリンターに比べてスタンめちゃめちゃ当てにくいんですよ。まあまずスプリンターは足が速いんでスタン当てやすいんですけど、まあ、タンクはね結局足目あってもねスプリには足かなわないんで、まあ、立ち回りやね立ち位置ちゃんと極めて、スタン当てれるようにしましょう。当てたら強いんですけど当てるまでが、まあ、ライザー大変かなって思います。お次はグスタフです。まあ、下方されてもねまだまだ強い周囲があってバトアリ程度の、まあ、集中力だと、まあ、みんなほとんどね、合わせれないと思います。あとヒーロースキルが 90% 毒で、まあ、かなり、起点になるんで野良においては本当に強いですね。まあ、固定でもねグス HS から攻めるっていう戦法あるんでマジでヒーロースキル強い。まあ、攻めあぐねた時は積極的に貯めるといいと思います。テンプレデッキは号令集荷のミミミアンジュとかかな。まあ、回復枠は突数と相談で周囲の内容はある程度好みで変えていいかなって思います。まあ号令は欲しいね。まあ集荷のは諸説かな。まあ人によってはねまあ CT 重いなって思ったらレンジとか、まああとは和太鼓とか、まあ毒とかも全然積んでいいかなって思います。で使う際の注意点は体力管理気をつけることですね。まあ簡単なようでねめちゃめちゃ奥が深くて、
まあ、みんなが思っているよりこのキャラは踏ん張ってる時間めちゃめちゃ長いっす。もうほとんどね踏ん張って、まあ、みんな歩くために回復使ってる人が多いんですけど、だいたいなんか合わせとか本当にポータル触るときとかに使った方がグッサフ活躍できます。ここだけの話。はい、最後はメグミン。まあ最強のね、爆裂魔法があるだけで強みに関してはこれ以上語るまでもないと思うんですけど、ドアを入れつつ号令を詰めちゃうのもポイント高いかなって思います。テンプレデッキはドアイエーガーノーガード号令ですかね。まあノガードの枠を回復にしても OK かなって思います。僕はノガードが2凸なんでアンジオン凸積んでたりしました。アドバイスは本当に一言で、爆裂魔法を絶対に貯めてください。もう本当にね、爆裂魔法を使わないんだったらアリスとかタダナブとかジャスティスとかそこら辺のねドアキャラの方が、活躍できるっていうか耐久力が高いと思うんで、まあ、メグミンのいいところは、まあ、ヘイトドアで変えて爆裂でね、まくれるとか、まあ、敵のヒーロースキル封じれるとかなんで、ちゃんと貯めましょう。さあ後半戦に差し掛かりました。アタッカー編です。できれば180以上、欲を言えば200は欲しいかなって思います。まあコンパスのね要のロールなんでね。うん、まずは一キャラ目デルミンです。スプリンターより高い機動力、カードに依存しない火力、ヒーローアクションでの耐久力、まあどれを取ってもねめちゃめちゃ強い、野良のために存在してるようなキャラっすね。テンプレデッキはイエーガー前転可能ねアンジュですかね。まあ回復枠とか、まあ、可能ねの自由枠は、まあ、マジスクとか、まあ、ミミミアンジュガブか、まあ、そこら辺とあと使いやすさかな。デルミンは人によってかなり変わるんで、まあ、そこら辺でね、相談でいいと思います。で使う際のアドバイスは、まあデルミンって何でもできちゃうキャラなんで、だからこそ試合に勝つための優先順位をしっかり見極めることが大事かなって思います。意外とね何でも対面有利でタンク時間かけて追いま殺せたり、まあ、あとはガンナーとか全然かもれるんですけど、じゃあまあ考えてみて、ガンナーをかもり続けて他のね、対面がね、動くのかとか、味方がちゃんと裏つって、切り取った後にその2点取りとかしてくれるのかとか、まあ、いろいろ考えて、まあ、試合にね、かつ一番いい、立ち回りするのが重要かなって思います。本当にね、まあスプリンターでいう当たりと一緒かな。何でもできちゃうから何をしようか迷うんだよね。まあ頑張りましょう。はい、で2キャラ目はリュウです。はい、まあこれはねまあ想像つくんじゃないかなって思います。カードやヒーロースキルほぼ全てに合わせ可能な格殺系ヒーロースキルをね試合中に何回も打てる時点で、まあ、良いわけがないんですよね。うん、で足も速くて体力も高くてフルカノで瞬間火力もある、まあ、万能キャラで、テンプレデッキはフルカノイエガーガブかな。うん、で使う際の注意点は、まあ、ある程度波動拳を当てれる知識か経験がないと厳しいと思います。まあその知識っていうと、まあツイッターでね、いろいろ調べてみると、まあ全キャラの合わせの動画を出してくれてる人とか、まあ結構いたり、まあ自分でね、確認して覚えたりしないといけなかったりするし、まああとはね、たくさん何万戦もね、コンパスしてる人なら、まあある程度、まあどのキャラがヒーロースキルどの程度で終わるとか、このキャラのこのカード、まあ、例えばグスタフの周囲の硬直結構最近長くなってるから波動拳合わせれるとか、まあそういう知識がないと、うん、まあ全然ね波動拳外しちゃって、まあ、だったらタダ海でよくねとかなっちゃうんで、まあ竜の強さをね、最大限生かすには波動拳ちゃんと使えるようにしましょう。で最後アタッカーラストですね、イグニス。最近のキャラですね。パワー周囲の号令習慣を詰めるのが本当にポイント高くて、まあ、あと高い体力と、まあ、ヒーロースキルがかなりお手軽で、まあシーズンノラーだと、まあ、かなり潜ると思うんで疲労に左右されにくいのが、まあ、ポイント高いかなって思います。まあ、極めつけはバグりやすい格殺ヒーロースキルですね。まあ、煙をつけておけば敵の意識外からキルできることもあります。テンプレデッキは号令集荷のイエーガーガブかな。うん、
ただ他のアタッカーに比べて火力を出しにくいので、まあ、そこは注意した方がいいかな。まあ、デッキがね号令とかガブとか積んでるとやっぱり体力もりもりで火力が出ないんで、まあ、ちゃんとね引っ張って煙をつけて殴るとか、まあ、そういう工夫をしないと、うん、アタッカーなのに火力が出せなくてスプタンマッチとかで全然勝てねえとかになっちゃうんで、まあ頑張りましょう。最後はガンナー編。デッキ入れは200以上は欲しいっすね。全ロールでガンナーが1万デッキ入れ必要だと思います。1キャラ目はディズィ。唯一無二のヒーロースキル、これだけあれば何もいりません。銅とかね、銀とかある程度上のランクなら出動起点に動いてくれる味方が多いので心配ないかなって思います。ウェルプレードチャンネルのティア表だとデズが1万って言われてたんですけど、まああれ結構コメント欄で全然デズでヒーロースキル打っても味方合わせてくんねえとか、まあそういう苦情結構見かけたんですけど、上のランク帯っていうか上に行けば上に行くほど、あデズがいるじゃあ一緒に貯めようとか、自分でヒーロースキルを勝手に打たないで味方のデズが打つのを待って相手のヒーロースキルに合わせてキルしようとか、まあ、そういうね考えをしてくれる味方が増えてくるんで、まあ、デズがね活躍できるランク帯っていうのが、まあ、上のランク帯って覚えておいていいと思います。まあ、使う際の注意点じゃなくてまずテンプレデッキかな。テンプレデッキはディバゼンバーゲンイデアのねハットさんイデアがいいかなって僕は思います。ダメカの突数とか、あと自由枠、まあイデアとか対話とか、まあ、マジスクとかそこら辺のデッキ入れで戦いやすいように組んでみてください。まあ、使う際の注意点はめちゃめちゃ耐久力が低くてかすっただけで死ぬんで、まあ、射程管理とダメカの張り方に気をつけるといいと思います。はい、2キャラ目はリリカ。最近めちゃめちゃ熱いガンナーっすね。射程の長さとヒーローアクションとかアビリティなどの自衛能力の高さ、チーム全体のねステア火力の低さを補えるバフ系ヒーロースキル、まあ、そこら辺があるんで、まあ、割と万能かなって思います。テンプレデッキはディバゼンイデア月夜叉かな。まあ、自衛枠と回復枠は突数で相談でいいと思います。月夜叉の人もいるしガブの人もいるし、まあ、そこら辺はね、お好みで、まあアドバイスは特にないかな。あんまり使わないんで何とも言えない事件ね。まあピエンリリカって言われないようにそこだけ気をつけてください。はい。で最後なんですけど、まあ正直決められませんでした。まあ候補としては岡部とかアインズとか、まあ今後の調整内容によってはリンネとか、まああとリンとかね。あとノラシーズンのガンナーシーズンか6月のあれでは。GBG が上位溢れ返ってたんで、まあ、ノラになってまた復活する可能性も大いにありますね。まあ、僕はガンナーが一番にわかなんで、まあ、ここら辺気になった人は、まあ、聞けるならピカさんとか、まあ、あとシノミアとか聞きやすいと思うんで、そこら辺にね、相談してみてください。はい、いかがだったでしょうか。ガンナー以外だったら割と自信あるんで、わからないこととか困ったことがあればコメントにてどうぞ。今回は質問に限り頑張ってコメント返そうかなって思います。はい。で冒頭でも言ったんですけど、これは僕個人が味方に来て嬉しいキャラなんで、まあこれは違うと思うなとか、他の上位プレイヤーはこう言ってたとか、まあそういうのはね受け付けてないんで、まあ言うだけならただなんでコメントで勝手に言ってくれていいんですけど、まあそこら辺は考慮しません。よろしくお願いします。まあ、5周年っていうね大きな節目となるシーズンで、皆さん共に頑張りましょう。まあ、僕はねできれば毎日配信したいかなって思ってます。まあ、できればね、まあ、せっかくなんで頑張って配信したいね。それでは皆さんさよなら。